タマスカン、ハスキータマスカンハスキーは、フィンランド原産の反引犬種の一つである。別名は、タマスカンドッグ。1990年代から作出が開始された、比較的新しい犬種である。狼のような外見を持ち、気少面も共に優れたスレッダーを目指して作出された。フィンランド産のレース用のハスキータイプの犬と、ノーザンイヌイットドッグ。 シベリアンハスキー、アラスカンマラミュート、ジャーマン、シェパードドッグを計画的に掛け合わせることで2002年に完成した。なお、作出に使われた繁殖犬は健康面と性格面を事前に綿密に調査し慎重に選択されている。子犬あまりにも外見が狼に似ているため、タマスカンハスキーの作出の際には狼が使われた。 ウルフドッグなのではないかという疑問の声が上がっていたこともあった。しかし、実際には作出に狼が使われていないことが近年 DNA 検査の結果、正式に証明された。もともと犬ぞりを引かせるために作出されたが、有効性が高くしつけも入りやすく、扱いやすいことから、セラピードッグや介助犬、救助犬としても使える可能性が見出され、 現在訓練が行われている。もちろん、小ドッグやペットとしても人気がある。タマスカンにいち早く目をつけたのは、アメリカ合衆国のユナイテッドケネルクラブで輸出を要請し、2005年に初めて原産国外へ輸出が行われた。到着後安全な狼犬として注目され、人気はしばたたく間に上昇し、アメリカに犬種クラブが設立され、 本格的なブリードが行われるようになった。人気は外国にも飛び火し、イギリスやヨーロッパでも人気が出て、犬種クラブが設立されている。現在も非常に人気が高いが、まだ不思議には公認されていない。ただしスランダードはすでに固定されているので、公認登録への申請を行う可能性は高い。ヨーロッパ圏や英米では人気の犬種であるが、 その他の地域ではまだ知られておらず、ほとんど飼育されていない。狼によく似た、格好よく、凛々しい姿をしている。眼光は鋭く、瞳の色は、琥珀色かブラウンである。マズルは長めで先が尖っている。筋肉質の引き締まった体つきをしていて、力が強い。足は長い。耳は立ち耳、尾は、ふさふさしたタレを。コートは、 ショートコートだが二重構造で、寒さに強い。毛色は、グレーや、グレーホワイト、ウルフグレーなど。体高はオス63から84センチメートルで、メス61から71センチメートル。体重はオス29から43キログラムで、メス25から39キログラムの大型犬。性格は忠実で従順、知的で温厚。とっつきにくい外犬とは異なり。 友好的な性格で常に誰かと一緒にいることを好む。家族はもちろんそれ以外の犬や人とも仲良くすることができる。また教えれば鳥や小動物も襲わない。ジャーマンシェパードの血によりしつけの飲み込みはとても良く状況判断力も非常に高い。身体能力も高くスタミナも多い。運動量は非常に多いが 攻撃的な面がなく家庭犬として飼育するのにとても適した犬種である。かかりやすい病気はまだよくわかっていないが、乱繁殖が起これば股関節形成不全が発生する可能性があることが心配されている。幸い現在もタマスカンの繁殖には後輩前診断が必ず行われており、遺伝的に疾患のある犬を後輩させないようにしているためまだ問題にはなっていない。 なお、メンタル面での疾患としては、分離不安になる可能性があることが確認されている。このため一人での留守番は避けて、飼育を行う必要がある。ありがとうございます。